海王広行7月24日体は、福岡県の大型市出身で友津部屋に所属していた、元大相撲力士。最高位は、東大関。本名は、小賀広行で、愛称は金太、ゴリライモ。身長185センチメートル、体重175キログラム、血液型は A 型。特異種は、左四つ、より、上手投げ、小手投げ。好物はステーキ。 引退後は年寄り、先行さんを襲名し、先行さん部屋を設立している。妻は元プロレスラーの西脇光子。三人兄弟の末っ子として生を受けた。農型私立農型東小学校時代は空手を習っており、相撲の関わりはなかったが、農型私立第二中学校二年生の時に友人からの誘いで柔道を始め、中学三年生時点で、 握力は85キロあったという。その巨体から、相撲部顧問の教師に相撲を勧められ、町内の相撲大会に出場していたが、実力的にはまだまだ取り立てて強かったわけでもなく、相撲を取るのが楽しかったという思い出もなかったという。入門前は、元大関北天佑の大ファンだったと言われている。北天佑も海洋も、共に、上手からの強烈な投げ技が、 持ち味の、怪力大関と言われた。中学時代、友津鍋屋の講演者が、相撲大会を観戦しており、勧誘されたことがきっかけで卒業後に友津鍋屋に入門した。1988年3月場所で、小賀の嗜名で、初土俵を踏んだ。同期には、大会、高花田、若花田、若の山、力桜など有望な新弟子がおり、 花の63組とも称された。高野花、若野山、力桜とは同い年、同学年であった。なお、入門当初は、力士の名前をほとんど知らず、勧誘を受けるまで相撲部屋の存在すら知らなかった。初めて番付に乗った同年、5月場所では、負け越すなど滑り出しは良くなく、相撲嫌いとなれない状況生活に苦しみ、 入門半年後に脱走を試みたが、脱走先が、講演者の家であったためすぐに連れ戻されてしまい、本人も、脱走という行為に後悔を感じて、部屋に戻る。その後は、花田兄弟や明け者の,のような超特急の昇進とは、いかないもののスピード出世を果たし、幕下時代の1991年九州場所で5勝2敗と、勝ち越した。 1992年初場所で重量を昇進。親方の頂点を極めて欲しいとの希望から、執行名を海洋と開明1993年5月場所で新入幕となり、若手の有望株として注目を集めた。新入幕場所は4勝11敗と大きく負け越し重量に、陥落したが、同年、11月場所に再入幕し10勝を挙げ、 1994年、3月場所には、陽横綱戦初挑戦で明け物を下し、初金星を獲得したほか、若の花、武蔵丸の二大関を下すなど、初の参勝となる、主勲賞を受賞した。翌、5月場所には小結びに昇進し、1995年、1月場所の新戚分け場所から13場所連続で、関分けに在位した。 その後もたびたび三役に上がり、大関候補として期待を寄せられたが、1997年5月場所11日目の高野波線で左太ももを故障し、怪我の回復が遅れて三場所連続休場するなど、足踏みする時期が長く続いた。大関昇進までに2度の優勝同点、4度の優勝時点、史上3位の15回の三勝受賞などを記録し、 強豪力士の一人として、明けぼの高野花前世の1990年代の土俵にあった。1999年5月場所では、終盤8連勝で12勝し、関東賞を受賞したが、次の場所は8勝で終わり、11月場所では、終盤9連勝で11勝し、関東賞を受賞したが、次の場所で7勝と負け越した。 小結びで迎えた2000年5月場所では14勝1敗で幕内初優勝を果たす。福岡県出身力士としての優勝は1932年3月場所の小結びをきつ海以来2人目で68年ぶりの快挙であった。次の翌7月場所は通算7回目の大関取り場所となり11勝4敗で大関昇進となった。なお、 海王の関分け在位は21場所で、当時長谷川、二代目こと二と並ぶ、史上一位体の記録であったが、後に、大関となった力士は海王のみである。また三役在位は32場所で、二代、こと二式の34場所に次ぐ、史上二位の記録である。大関昇進は、千代大会、出島、無双山、宮城山らに遅れを取ったが、大関としては、 合計4度の優勝を経験した。しかし、怪我の多さや、精神的な、脆さが露呈し、途中休場して、綱取りのチャンスを無下にしてしまうことも多かった。32歳となる2004年は、全場所で2桁勝利を記録。9月場所には、千秋楽で、朝勝流に勝ち13勝2敗で5回目の優勝を、遂げた。4度目の綱取りとなる翌。 11月場所では、2003年3月場所から続く、日本人横綱不在に終止符を打ってほしいという期待が集まった。しかし初日に、琴光みきに負け10日目に新鋭だった白鵬にも負け2敗、さらに12日目に、宮城山に負け3敗を喫し優勝争いから脱落。それでも、先週楽で、横綱、朝昇龍を破っての優勝時点なら、 昇進の可能性があるとの発言が、当時の押尾川審判部長からあり、千秋楽の結びの一番への期待が高まった。千秋楽では朝昇流を万全の相撲で下し12勝3敗、横綱昇進決定かと思われたが、結局昇進は見送られた。翌2005年、1月場所までも綱取り場所とされたが、怪我で途中休場して、失敗に終わった。 2005年1月場所から2006年3月場所までは途中休場により翌場所大関角番、角番脱出の繰り返しが続き大関の地位を過労じて維持するという状況だった特に9回目の大関角番となった2006年3月場所は序盤から本来の相撲が取れず負けが先行すると引退を示唆したが師匠の友綱親方と相談の上 もし負け越して大関陥落が決まれば引退する決意も固めていた。十二日目朝昇龍に敗れ五勝七敗と絶対絶命だったが、海洋はそこから踏ん張って、出島、琴美月に連勝し十四日目で七勝七敗に。そして先週楽では、朝昇龍と優勝を争った白鵬を寄り切って八勝七敗、かろうじて勝ち越しを決め稼働番を脱した。 2006年5月場所以降は、千秋楽まで、解禁出場場所が増えたものの、成績は10勝すら、ままならず勝ち越しても8.9勝と一桁勝ち星が、やっとの状態が多く、何度も引退の危機を迎えていた。2007年9月場所4日目の小結、天戦で、幕内通算706勝を達成したが、 その二日後、右太ももの負傷を悪化させ途中休場となった。翌、11月場所は2006年同様に再起をかける場所となったが、14日目で勝ち越して11度目のカド番を脱出、引退の危機から免れた。2008年8月のモンゴル巡業では、当時の両横綱、朝昌龍、白鵬など、モンゴル出身力士以上の大人気ぶりだった。 2008年11月場所前、大関こと欧州との稽古で右足を痛め、休場が濃厚だったが、強行出場した。しかし、3日目に、前頭2枚目若の里との取り組み中に、左腕まで痛めてしまい途中休場した。安国神社法の大相撲での大関、海大関2009年頃からは満足な稽古も、ままならず。 千代大会と共に角番を繰り返す状況を見かねた横心が累積5回の角番で降格や引退勧告なる具体案まで出すほどの風当たりの厳しさとなった。1月場所は千代大会と並んで1位体となる12度目の大関角番となった。身体をかけて場所入りし12日目に全頭3枚目竹風を破って角番脱出。 同時に引退危機も乗り越えた。その後3連敗したため場所を発勝7敗で終えた。その場所直後に、中水炎で緊急入院、手術はせず薬で治療したが、教会の公式行事は休場した。2009年11月場所で幕内在位が98場所となり、元関分け、高健さんの97場所を超える大相撲史上、第1位の記録を達成した。 同場所三日目に、関脇、バルトを破って、史上三人目の通算八百勝を果たし、九十親方は、私の幕内八百七勝を超えて欲しいとエールを送った。さらに同場所十日目、大関こと、欧州を押し倒しての勝利で幕内八百五勝を達成、五十五代横綱、北の海の八百四勝を超えて、幕内勝利数が、単独。 第2位の記録となった。この年は2005年以降では、最多となる年間48勝を記録した。なお、この年は、全6場所の成績が、すべて8勝7敗であった。2010年1月場所2日目に、全頭2枚目豪栄堂に勝ち、19年ぶりに、横綱、千代の富士の持つ、幕内通算白星807勝に並んだ。3日目には、その、 千代の富士の愛弟子である千代大会に対し豪快な送り投げで勝利し幕内通算808勝を達成して史上単独1位になった10日目には引き落としで春馬富士戦の連敗を8で止めさらに13日目には2006年3月場所以来23場所ぶりに横綱白鵬を破り白鵬戦での連敗を17で止めた白鵬は この敗北の翌日から63連勝を記録している。14日目には稀勢の里を上手投げで破って、勝ち越しを決め、千秋楽でも同4枚目書き添えを送り倒しで、勝利し、8場所ぶりの9勝6敗で終えた。2010年3月場所で幕内通算在位が100場所を迎え、この場所も8勝7敗と勝ち越した。3月30日。 幕内在位100場所達成、及び幕内通算勝利数を更新した功績を、たたえ、日本政府は、内閣総理大臣検証を海洋に授与することを、決定し、4月26日に総理大臣官邸で、検証式が取り行われた。2010年5月場所で10両以上の関取、在位場所数が、史上単独1位である111場所となった。さらに先週楽にて、 こと、欧州を破り、大相撲史上二人目となる、通算戦勝を達成した。2010年7月、場所前に、大関琴美月が解雇されたため、大関以上の日本人力士は海洋のみとなり、同時に、幕内最高優勝経験を持つ、唯一の現役日本人力士ともなった。翌、9月場所に13回目の大関角番を迎えたが14日目に、勝ち越して、 角ド番を脱出した。2010年11月場所は、初日に、網西樹に敗れるも、二日目から十二日目まで十一、連勝の快進撃を続け優勝争いを演じた。十三日目に一敗の白鵬、十四日目に同じく一敗の、同九枚目豊ノ島に敗れ優勝争いから、脱落したが、千秋楽に、大関、 バルトを破って2004年11月場所以来36場所ぶりの12勝3敗の好成績を挙げた。2011年1月場所12日目に、バルトを破って、大相撲市場初となる、通算100場所勝ち越しを達成した。2011年5月技量審査場所12日目には、大相撲市場、単独1位となる、幕内出場回数、1431回目を、 達成した。先週楽では白鵬に右上でを掴んでの寄り切りで、勝ち、通算勝ち星を1044勝とした。翌、7月場所は、千代大会と並ぶ、史上1位体の大関在位数65場所目を迎えた。同場所では、初日から3連敗し、苦戦を強いられたものの、4日目で、千代の富士の持つ通算1045勝に並び、5日目に2勝目を、 上げて、通算勝ち星史上、単独1位となる、通算1046勝の記録更新となった。その後は7日目に3勝目を上げたが、この日の通算1047勝目が、現役最後の勝利となった。2011年7月場所10日目のこと、欧州戦は、押し出されて3勝7敗となり、負け越しが、ほぼ確定的となった時点で、10日目の、 取り組み後記者懇談で、気力が出なくなったと漏らし、宿舎に戻り師匠と話し合った末、現役を引退することを決めた。翌11日目の引退会見での海洋は、最高の相撲人生でした。もう悔いも後悔も、一切ありませんと安堵の笑みを浮かべながら、インタビューに答えていた。初土俵以来23年以上の長きにわたる現役。 生活、また2000年9月に大関に昇進して、以来、10年以上にわたり関脇に一度も陥落する、ことなく大関の座を守り続けた。また2007年9月場所の番付で、35歳の大関となり、戦後最高齢記録を更新。2010年3月場所には、昭和以降の最高齢大関在位記録をも更新した。 2011年版ギネス世界記録に幕内通算846章、幕内在位103場所として掲載された。福岡県知事小川洋は2011年8月20日に海洋の長年の功績を称えて福岡県民栄誉賞を故郷の農型市で送った。また、農型市も海洋に特別市民文化栄誉賞を送った。 断髪式と引退相撲は2012年5月27日に両国国技館で行われ、同期の高野花や明けぼのら約340人がハサミを入れた。正直に言えば、いろんなところで込み上げてくるものがあった。親の時は我慢できなかったと述べた。止めハサミの前には史上単独1位となる通算1 4 6勝目を挙げた取り組みの実況が、 再現され、約1万人の監修で、ぎっしりと埋まった館内が、海洋コールに包まれると海洋は、鳥肌が立った。最高の1日だったと涙を流した。土俵下で審判を務める、先行さん親方引退相撲後の2013年3月から、スポーツ日本史上で、我が道を連載。また2013年2月の、日本相撲協会役員会選に伴う、 人事異動では、地元である、九州場所担当年寄りに指名された。2013年10月、2014年中に、友綱部屋から独立して、東京都墨田区内に、先行三部屋を創設する意向であることを明かした。2014年1月30日の、日本相撲協会理事会で、2月1日付で、友綱部屋より独立して、 先行三部屋を設立することが認められ、部屋持ち師匠として新たなスタートを切った。2014年4月に発表された、新たな職務文書では委員に昇進し、審判部に配属された。2019年、7月場所後の番付編成会議で先駆け勝ちたん、祈りが先行三部屋初の関取昇進を果たした。くしくも元海洋の47歳の誕生日に、 発表された。2020年1月場所12日目には、幕下の取り組みにおける勝負審判の職務中に、土評下に落下した幕下力士に直撃して、右の股関節付近を痛め、車椅子で両国国技館内の相撲診療所に直行した。足を開いていたのを閉じようとしたら、その上に落ちてきた。右の股関節。音が下ので切れたと思う。 右流行ったことない。門付きで行くなんてと本人は痛みをこらえながら、苦笑い。2021年3月31日、照ノ富士春尾の大関復帰昇進の伝達式では、同じ一門の高島理事に同行し、使者を務めた。また、同年7月21日、照ノ富士の横綱昇進の伝達式でも、高島理事に同行して、使者を務めている。 横綱に昇進した照ノ富士を指して、諦めなければこうなれると祝福した。握力、腕力が非常に強く、入門して2年で、握力は90キロに到達。前世紀では110キロを記録し、入幕した頃にはすでにリンゴを握りつぶせたほどであった。左四つ右上でが、絶対の形。最も得意としたのは、右からの豪快な上手投げ、小手投げで、 海王の代名詞となった。小手投げに関しては、手繰りを生かして、相手の肘を極めながら、両手で抱え、力任せに横へ向かって打ち、波の花、土地のだ小鳥龍土地あずま、玉の島、豪栄道、豊の島ら多くの力士がこれを受け、それぞれ左の肩、肘を負傷した。中でも波の花は引退の直接的な原因となるほど深い負傷であり、 玉野島は、怪我をして、以降左腕が、泣きどころとなってしまい、長期にわたり苦しんだ。数々の力士の腕を怪我させたことから、彫名をもじって、破壊王と呼ばれ、重戦者と比喩されることも多かった。強引な投げで鮮やかな価値を収める相撲スタイルの代償として、大関昇進後は腰痛など怪我に悩まされることが多くなった。場所ごとの好不調の波が激しく、 好調な時は横綱をも任してしまうが、不調な時は平幕にあっけなく負けることもあった。また、若い頃には、精神的に脆い面があり連敗癖があって、上位に定着しながら、大関になかなか上がれなかった理由の一つでもある。気が優しくて、力持ちと言われる反面、帰り気だが気が弱い、飲みの心臓と揶揄されることもあった。現役裁判年では、 怪我や加齢による衰えも顕著となり、立ち合いの鋭さ、重さにかけ、握力も70キロ台にまで落ちていた。左四つに組むことが難しくなり、組んでも左四つ得意の若手や、諸差しがうまいと世の島には、分が悪くなっていた。太ももの故障を抱えてからは、左右の動きが激しい相手に、対処できずあっけなく、土俵を割ることが増え、また上手投げが難しくなり、 叩きが増える相撲も多かった。30代も半ばを過ぎた2007年7月場所から2010年9月場所まで20場所連続で2桁勝利を挙げられず、球場とか土板が増えた。この頃には、諸差しから体格折りして一気に寄るという相撲も見せてはいるが、一方で、立ち合いの駆け引きや変化、引き技に頼り、長年の経験と勝負感の貯金で取っている相撲も増え、 勝っても首をひねる、光景がしばしば見られた。それでも主勢に回った際、手繰りや小手投げでしのぎつつ、時折左四つや突き押しを放ち豪快な相撲も見せていた。右上でを掴んだ際に湧き起こる観客の声援は非常に大きく、海洋の相撲の方が広く知られていることを示していた。朝昇流には十二勝二十五敗と相性がやや悪かったが、 朝小流戦の12勝は白鵬に次ぐ勝ち星である。そのうち2回は2連勝していた。白鵬には、前世紀を過ぎたせいもあって全く歯が立たず、対戦成績は6勝27敗と大きく、負け越していた。特に白鵬が大関に昇進してからは、連敗が続き、大関時代の取り組みでは1勝もできなかった。 白鵬の横綱昇進後も長らく勝てないまま17、連敗していたが、ようやく2010年1月場所に白星を挙げた。2011年5月技量審査場所の先週落、7場所ぶりに白鵬を寄り切って勝利し、これが横綱白鵬との現役最後の対戦となった。土俵上で、制限時間に一杯になると、最後の塩を巻いて、締め込みを3回叩いた後、 柏しでを打って、もう一回叩いて仕切っていた。四個名に入っている、こうの文字は、出身の脳型氏がかつて、こう型と表記されていたことに由来し、これを取って、師匠の友綱がつけた。現役当時の力士の中では、後見生をしのぐほどの一番人気の高い力士の一人であった。福岡県出身だけに、福岡市で開催される。 九州場所での館内での声援は絶大で、十一月場所での声援は他の力士を圧倒していた。2001年10月に九州旅客鉄道筑豊本線、笹栗線博多駅の大型駅間で運行を開始した特急列車の名称、火曜にも採用された。人名、しかも存命中の人物の名前が JR グループの列車名に採用されることは極めて異例で、 出発式には、海王本人も出席し、テープカットを行った。海王の運行決定は、海王が3度目の優勝をした2001年、7月場所後だったが、翌、9月場所は、途中休場していた。海王の引退後も、JR 九州は、海王の名称について、解消の予定はないとコメントしている。海王の現役時代、地元の農型市では海王が勝利した場合、 取り組みが終わった直後に花火が打ち上げられていた。当初は花火の打ち上げ免許を持つ男性が花火の打ち上げを担当していたが2011年1月にその男性が亡くなってからは地元の海洋講演会の若者たちが花火の打ち上げを引き継いでいた。また、能形市の銘菓、なりきんまんじゅうでも 地元出身の力士である海洋を応援するため、11月場所の時には、海洋の焼き印をしたものが販売されることもあった。高砂部屋の弓取力士に、弓取関取で話題となったスメラキバがいたが、高木場も農市出身でしかも出身中学校の5、学年後輩であり、四子名は海洋から一時拝借したものである。さらに、鳴門部屋出身の元前頭、 力桜が、プロレス転校後、力校と解明したきっかけも、大相撲では同期入門だった海王にあやかったものと、言われた。2003年9月場所5日目の貢献生戦、左差しを使われ、あっさり土俵外へ出されてしまう。海王は、同年、5月場所に11勝、7月場所に12勝を挙げており、9月場所に綱取りをかけていたが、結果的には7勝8敗で終え、 砂取りから一点角ド番に追い込まれた。海王は貢献生が普段から稽古場で手抜きをしていることに対して批判している立場であったため、この結果に激怒。敗戦の直後無然としながら土俵を降り、直後のインタビューで稽古場では力を出さないのに、こんな時だけ力を出す。あいつは相撲取りとして許せないという意味のコメントを声を荒らげながら、 口にした。大関昇進前、優勝決定戦にも二度出場しているが、五人の決定戦と四人の決定戦であった。ここに記した、高野花、明けぼの、武蔵丸、若野花、高野波という横綱大関人は、ここに有数の協力夫人との評価もあり、千代大会がチャンスをうまくつかんで大関に昇進したが、海王武蔵山、土地安ずまらは、 この後人衆、千代大会の影響で、大関昇進に苦労した。2007年1月場所で、小結城上在位71場所の新記録を受立した。モンゴルでも人気が高く、白鵬の父であるジグジドムンフバトが、海王の大ファンで、白鵬を通じて、海王に薬膳料理の食材を送ろうとした。海王は、仕切り中に咳をすることが多いが、それを見た。 白鵬の父が海王を心配してのことで、白鵬は当時まだ関分けで、大関の海王関に対して、関分けの分際でそんなことをすれば、失礼になると言って難色を示した。平成の大横綱となった白鵬は、海王の引退に、まさかだよね。場所前はそういう雰囲気ではなかったと驚きながらも、名王関と対戦したことを誇りに思う。 一番横綱に近い大関だったと振り返っていた。2009年11月9日に、自伝、怪力が発売された。発売前々日の7日には、木の国屋、書店福岡本店で、サイン会が行われた。同年12月18日には、文化放送の正月特番、新春スポーツスペシャル駆動君ス海洋新春ビッグ対談生涯現役。で、 埼玉西武ライオンズに復帰した、工藤君康との対談に臨み、生涯現役にこだわることを宣言。海王と、工藤はこの時初対面だった。対談の様子は、翌年1月2日に放送された。引退記者会見で海王は、思い出の取り組みに、2000年1月場所千秋楽で、当時関脇の無双山に敗れて7勝8敗と、負け越し、また、 無双山の幕内初優勝も健常した一番を挙げ、その時の悔しさがあったから、自分も大関に上がれたとコメント。さらに、意識した対戦相手はとの質問には、無双山は、年も近いし、ライバルと言われていたので、常に負けたくないと思っていた。最近では、千代大会、同じように怪我で苦しんで、お互い引き際をなくして、 どうしようかと話したこともあると語っていた。また、二十大助の山の千代大会も、古い戦友としてお疲れ様と言いたい。この日の一番と雰囲気を見て最後になると感じたが、ファンのために一日でも長く、土俵に上がる姿勢には感動していた。今まで本当に立派だったと称賛している。なお、千代大会と幕内での取り組みは通算で54回も、対戦したが、 これは当時で大相撲史上2位の記録だった。対戦成績は海洋の34勝20敗。2010年1月場所、大関から関脇に陥落した、千代大会は、同場所の3日目で海洋に敗れた、この一番が現役最後の相撲となり、翌4日目に千代大会は引退を表明した。農型駅前に設置されている海洋の銅像2014年には、 地元農型市の農型駅前に銅像が設置され、同年10月26日に除幕式が行われた。この銅像は除幕2日後に落書きが見つかり、同年10月から11月にかけてに下がり2本が計7回おられるなど、相次ぐいたずらに見舞われ、これを受けて市は被害届を提出し、12月に 防犯カメラ2台を設置するという対応に追われた2015年6月20日、先輩大関だった高野波子と19代、音は山尾や方が43歳で急病し、学年は海洋が1年後輩で、幕内では51回対戦した。青森県出身の高野波は、かつて現役時代の九州場所について、海洋にとっては、ホームゲーム、こちらは、 アウェーゲームみたいなものだと発言していた。一方海洋は高野波を、スケールが大きくて豪快と振り返り、明るく、周りを和ませてくれる人柄だったとコメント。心臓が悪いと聞いていたが、最近は元気だと思っていたからまだ信じられない。体調が悪くても人に見せなかったから、本当はしんどかったのかも。これから、お互い協会のために頑張ろうと思っていたのに。 と早すぎる死を惜しんでいた。さらに一年後の2016年7月31日、昭和の大横綱こと千代の富士13代、九十親方が61歳で逝去九十親方の戦勝は、私と比べるものではない。あの体で大きな相手を倒したのはすごいし、レベルが違う。本当に、悲しいと追悼のコメントを述べていた。 1998年7月場所の第66代横綱、若野花雅以来、2017年3月場所に日本出身力士として19年ぶりに誕生した第72代横綱、木瀬の里は、新横綱の場所13日目の第70代横綱、春馬富士戦で、左肩周辺の筋肉を部分断裂する大怪我を負いながらも優勝。だがその後も、 相次ぐ故障に泣かされて、横綱昇進以降途中休条5回、全休4回も繰り返し、進退をかけた2019年1月場所の初日から、3連敗の成績不振で現役引退を表明。その報道に関して、先行さん親方は、怪我はつきもので、みなすること。怪我とどう向き合うか。 でその先の人生が変わると指摘した上で、稀勢の里は負傷の直後から徹底的に直して、稽古をしっかりできるようになってから本場所に出るべきだった。試す場もないまま、延々と中途半端に場所へ出たように見える。横綱だから番付は落ちないし、半年くらい堂々と休めばよかったと、結局在位十二場所の短命横綱に終わったことを悔やんでいる。 2019年10月、内閣総理大臣検証受賞者として、金城天皇の即位の礼に大相撲界から唯一招待された。10月22日の即位礼正殿の儀には、門付袴の清掃で臨み、同月29日の共演の儀にも出席した。主豪かつ、主癖の悪い人物として有名で、酒によって暴れた逸話もいくつかある。酒に強く、 酒癖が悪いことについては、父親譲りだという。ありがとうございます。